はようございます。はい、おはようございます。今回は磯部浩一さんをお迎えして、はい、プロ野球ニュースを掘り下げていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。気になるトピックスを選びましたので、うん、はい、磯部さんなりのご意見をいただけたらなと思います。はい、本日のトピックスはですね、はい、7月10日からついに無観客解除ということで、上限5000人で観客を入れての試合が始まったんですけれども、うん、はい、こちらってこの応援が入っての率直なご意見というのを聞かせていただいてよろしいですか？まあ、間違いなく選手は大勢のお客さんの前でやりたいという気持ちが強いですから、はい、全員が全員思ってるかどうかって分かんないですよ。確かにそうですよね。まあ、でもおそらくは打てばわーっと声援湧きますし、確かに確かに、あかんことすればやじられるっていうのが、これがプロ野球ですから。そうですよね。醍醐味ですから。何もないですけども、入ってくれる方が嬉しいと思いますね。なんかでもまあ磯部さんは現役の時にね、こういうコロナとかやっぱなかったんでね。なかったですね。今まで無観客っていうのは経験がほぼないですよね。まあ、あの、はい、近鉄は無観客みたいな。あ、すいません。経験があるかないかで言えば、はい、ある方が強いじゃないですか。無観客って言えともやっぱ一長一短それぞれあると思うんですよ、はい、無観客の良さ、はい、観客が入った良さ、それをちょっと教えていただいてよろしいですか？良さの方は先ほど言った感じですよね、はい、そうですね。お客さんのこう声援を受けながらプレーすると力が出る、はい、悪さは特に僕はないと思うんですけどね。お客さんが入って、あの連携の声が聞こえないとか。あ、確かにそうですよ。プレーしながらの中で、はい、まあ、そういうことも起きるかなとは思ってましたけども、はいはい、パ・リーグそんなことないです。僕の近鉄時代はすごく声通りました。ライトからもうセカンドとかに呼びかけても普通に水口さんが振り向いてくれてましたから。俺もうプレーの中ですけど、はいはい、夏場とか外野を守り始めて、夏場とかやはりこういう白い T シャツとか着て、はい、バックネット裏にお客さん入りますよね、はい、打球がこう上がった時に見えない時にあるんですよ。かぶるってことですか？かぶる。そうそうそう。僕はお客さんが入ってあんまり良くないなと思うのはそれぐらい入ってる方がいいです。プロプロですね。やっぱ緊張しちゃう選手っていうのはあんまりいないんですか？お客さんが入る。いや、いると思いますよ。大舞台に弱いとか。あ、まあ、やはり2軍から上がってきて1軍で打てないとかあるじゃないですか、はいはい、2軍で打てれば僕1軍でも打てると思うんですよ、はいはい、でもやっぱりそこの精神的な弱さとかあっていうのもおそらくこうメンタルのことあると思う、はいはい、そういう選手はいましたか？なんかコーチ時代に来てて、あ、こいつ緊張しいんだなとか。まあ、今1軍登録されてるんですけど、楽天で、はいはい、内田選手っているじゃないですか。期待がするんですよ、はいはい、もう1軍の試合で結果が出ない。うん、この辺がもしかすると、はい、先ほどそのメンタルじゃないですけど、ね、その辺につながるんじゃないかなと思いますし、この間ホームランも打って、はいはい、浅村選手をシニア思いで、そうですね、まあ、ちょっと打ち方もね、うん、真似しちゃって、お前こと真似してんなお前。顔は全然いけてないぞ。野球頑張るよ。だからザ野球人みたいな、あの、ね、本当ですよ。顔してますよね。本当ね、オネラみたいな感じですよね。そうですね。はい、相手のチームの応援で、うん、圧倒されちゃうチームとかっていました。はい、僕がまあ選手コーチと見てきて、はい、ロッテの応援。あとはダイエーソフトバンク。ああ。球場がね、もう一体感があるというか、うん、あの球場の一体感すごいですよ。うん、ビジター感半端ないんで。はいはい。当時はもう僕がプレーする中でもなんか球場で分が悪いなみたいな感じはありますよね。うん、ピンチになれば本当に打たれそうな気になってくるし、あ、その応援がそういう風にしてるんだなって思いましたよ。なんかヤジとかもやっぱ聞こえるもんなんですか？全然聞こえますよ。特に外野だったんだね。外野もうすぐそこですから。ボケーほらーかすって言うてくるんだよね。大阪怖いよ。怖いよ、本当に怖い怖い。私たちファンも入れる可能性が来たじゃないですか、はい、まだ人数は少ないですけど、はい、そうですね。ファンとしてもすごい応援を楽しみたいなっていうのはありますよね。確かに。ちなみに、あの、磯部さん、あの、ほぼもなんですけど、知り合いに楽天の選手がいまして。誰ですか？小学生の頃、あの、安楽投手と一緒に野球をしてました。愛媛出身なの？高知の野球部で一緒だったんですよ、小学生の頃、うん、高知と愛媛で一緒だったんですよ。あ、そうなんですか？小学校一緒で。すごいね。ドライチの選手です。そうですよね。まあ、あの、彼の性格、結構、はい、やんちゃっぽいところもあるじゃないですか。そうですね。わ、はい、かりますよ。わかります。表では座って見えないですね。はい、見えないですね。こっそり焼けて飯ぐらいだったら連れて行って、うん、つって新横の寿司屋とか。あ、そうですか。連れたりしてましたよ。何回か。すごい。そしたらもう勝手に行くようになっちゃって。自ら。はい。高卒で偉そうに高い寿司屋行くなよ。まあ、先輩、飯食いに連れてくださいよって、あいつうまく甘えて、はいはい、連れてもらったこともあったみたいですけど。なるほど。
本当はもっと深掘りしたいですけど、まあちょっとね、国語のイメージもあるね、安楽選手へのイメージもあるね、まあでも今年、まあ、中継ぎでね、はいはい、投げたりしていて、はい、もともとね、高校時代から下がれた選手ですし、そうですね、実力というか能力があるんで、はい、平均で言ったら7年とか1年ぐらいですよね、はい、もう彼もそれぐらいになってきてるんで、もう頑張らなきゃいけないなと思ってます。円楽、はい、頑張れ円楽まさかの、はい、ということで本日は野球ニュースをちょっと扱っていきました、はい、早く球場で見たいって方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします、はいはい、お願いします。他にもこういう話が聞きたいとかありましたらぜひコメント欄に書いてください、はい、そして磯部さんのチャンネルも URL、はい、概要欄に貼っておきますのでぜひチェックお願いします。お願いします。では磯部さん本日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。